リウッドの脚本家の人たちがよく言ってる言葉で、はい、すんなって言うんだって。俺たちハリウッドエンターテインメント、お客さん楽しませてお金もらってるわけだから、いらねえからっていう。ハリウッドの脚本ですごい有名なやつの法則があって、法則がその脚本術の本の中で一番売れてる本がの法則っていう本が売れてんだけど、奥野さん、はい、4回目まで何を言ってきたかっていうと、基本的に漫画描けなくなったらこうした方がいいよって話をずっとしてましたよ、はいはい、あとこういうこと考えると漫画が描けなくなっちゃうよみたいな話が多かったんですけど、今回はストーリーの作り方についてレシピがいくつかあるんですよ。これ実を言うと、キャラできました、こんな感じにしたいですって、でもどうしたらいいか分かんないですって止まる人がすごく多い、だいたい16ページで描けとかさ、20ページで描けってもさ、話の流れがだいたい決まんないみたいな、っていう感じでクライマックスだけ書いてしまうっていうのはよくあるパターンなんだけど、じゃあドラマって何ですかっていうところを、なるほど、そもそもね、そうそう、うん、で俺はテーマの話をするときにまず言ったのは、対立する自我、違う考え方がぶつかるとドラマが生まれます、そこにテーマが彫り込まれますっていうんだけど、まあ流れの中で言うとドラマっていうのは何かって一言で言うと変化なんですよ。ドラマこれって物語で朝起きて夜終わる、漫画とか映画とかすごく多いと思わない？確かに。で朝起きたら彼女がいないとか、それがきっかけですよね、そんでいろいろあって夜になったら失った彼女のおかげで何かに気づいた、そのうちさ自分が朝とは違う自分になっているみたいな、この変化をいわゆるドラマっていう風に考えた方がいい。でそれはスライスオブライフっていう話よくしてんじゃん、人生の一瞬を切り取るのがドラマだっていう、だからそれは今日一日っていう時間を切り取ってもいいし、例えばブルーナのミッフィーの絵本の中にミッフィーの大事にしているぬいぐるみがなくなっちゃったって回があるんで、一冊かけてあったで終わるんだよ。でも貴重な人生のスライスオブライフ、そこにはどうしちゃったんだろう、なくなっちゃうともう会えないかもしれないと不安もあって、だけどいい話でそれだけでなんかそうなんで、それは信じててよかったとか、やっぱりいなくなんなかったねとかって思ったとか、で要するにそのぬいぐるみをなくす前のミッフィーと見つかってからのミッフィーは違う、変化が起こる。だからこれがドラマだって考えちゃった方がいいよって話なの、で変わるっていうのは何かって言ったら、知らなかったことを知る、とか、もしくは自分の中の壁が壊れたり殻が破れたりとかしてもう一つ先の自分になる、例えば正義は勝つと思ってたんだけど そういうバカではないとか、人間はみんなクソだと思ってたんだけどそんな人ばかりじゃなかったなとか、森沢くんが旅して感じたのは、世の中全てが悪いやつだと思ってたらいい人だらけだったっていう風に、あれはもうまさにドラマ、変化なんだよね。あとは抱えていた問題が解決するっていうのもヒント、もうずっと眠れないみたいなところから始まるドラマとかもあるじゃん、それでまあいくつか問題が終わっていつもの日々には戻るんだけど、でも前とは違うみたいな、それがいわゆるドラマだと思った方がいい。そうすると面白くなるんだよ、最初に設定したものがどういう風にして変化していくか、もしくは完成形をまずボンと出して身動きが取れなくなるというよりは、未熟なキャラクターを出してちょっとだけマシになるみたいな感じになると。でこれ問題はあれなんですよ、例外がいっぱいあるんですよ、これいわゆる起承転結主義っていうものがあるんですよ。起承転結っていう風にして物語を作れっていう、物語の基本っていう風に言われてた考え方があるの。ありますね、だから始まって次に進んで、何か起こってオチになるっていう考え方なんだけど、これがダサいって言われた時代が長かった実は。でね、起承転結みたいなものを作るやつは昔の人たちだっていう風に言い出した人たちがいっぱいいて、それは映画だと前衛に向かうし、分かりやすいのだとシュールってやつだよね。だから、ギャグ漫画の世界で80年代にブレイクしてた人たち、例えば相原浩司さんから吉田戦車さんとか、いわゆるシュール系って言われる人たちは転しないっていう、転しないキキキキで終わったりとか、それから点点点点で終わる場合もある、っていう風にしてその先をやろうとしてたっていう、あともう一個、芸術意味とか求めないようにするとかいう風にしてしまう、そしたらこれもう物語じゃなくなるんだよね。でもこれも結構あって、だけど今回はちょっとシュールとかアート寄りのやつっていうのを、あのね、ハリウッドの脚本家の人たちがよく言ってる言葉で、アーティーすんなって言うんだって、ドンビーアーティー、だから芸術やんなって。へえ、俺たちハリウッドエンターテインメント、お客さん楽しませてお金もらってるわけだから、アーティーいらねえからっていう、ちょっと脚本がアート入ってたらアーティーいらねえからっていう。あともう一個、ギャグ漫画の中で変わらない日常をずっと繰り返すやつはあるの、何も変化してないじゃんみたいな、ビューティフルドリーマーじゃないけど、例えばちびまる子ちゃんとかもそうなんだけど、一見そう見えんだけど実は変わってんだよね、それはそれで変わってるんで、だから最初と最後はやっぱ違うんだよ、何かを見ちゃって
った何かを知っちゃった何か体験した後の状態になってるから実は変わならないようで変わってるって話、うん、ただ問題1個あります。島耕作クッパパ問題ですね島耕作とクッキングパパ問題、青年誌、それからサラ金問題ね、サラ金、うん、サラリーマン金太郎問題、あそっち、はいうん、こっちはね大人だから変化とかいらないし俺の人生変化ないしっていうかいつものくれよっていうあなんか知らないけど仕事でめんどくさいことがあったんだけどちょっとバーで出会った女とセックスしちゃったらその女が解決してくれたイエーイみたいなやつを毎回くれよっていうそういう お父さんたちが読むために読んでる漫画があるわけだよ、はい、でこれに対して変化も成長も殻破りもねえじゃねえかっていうそのツッコミは野暮です。でも一応島耕作は変化していくじゃないですか、そう出世していくじゃないですか。あだからそういう意味では変化してるんです、うんうん、そうそう、だけどあのいわゆる殻を破って俺農業始めるよって絶対言わないですから。あ島耕作は島耕作のまま行くんですよ、肩書きだけ変わっていく、うん、そしてサラリーマン金太郎も暴走族のボスだった、うん、サラリーマンになってもそのメンタルは変えないみたいな、うん、だから高校一番仲間集めてなめんじゃねえ、うわーって言って解決みたいな、うんうん、だからいわゆる水戸黄門的なやつを麻酔ループではあるんですけど、はい、これはもう突っ込まないっていう、うんこういうジャンルですよみたいな感じじゃないかなって、はい、内面がアウフベヘンしないね、そういうことそういうこと、うんうん、でじゃあ今回はハリウッドスタイルっていうのをいくつも提携があってさ、でさ、はい、聞いたことあるでしょ、大体18種類とかシェイクスピアだと36種類とかドラマには型があって、はいはい、いわゆるハリウッドスタイルのもうめちゃめちゃ普通のよくあるやつみたいなやつって、うん、でもこの定番が分かんないと骨格が ない状態っていうか、だから、はい、基本とか古典みたいな感じなんでこれちょっと学んどいた方がいいし、これのテンプレに乗っけちゃって漫画作ってみって話じゃん。ジョセフ・キャンベルのあれですよね、はいはいはい、うん、ジョセフ・キャンベルっていう、まあ、人がいてスター・ウォーズ作る時に手伝ってくれた学者さんで、その人が世界中の神話を分析したんですけど、うん、そしたら共通の構造が見つかったっていうか、それを抽出したんです。それがセパレーション、つまり最初いたところから分かれていく、なんか勇者がまず村から出るみたいな、で次はイニシエーションつって何か体験する、でその次はリターンなんですよ。で神話は全部それが入ってて、うん、旅立ちました、何か起こりました、通過儀礼みたいなのがありました、そしてまた元に戻って帰ってくる、そしたら最初の自分とは違う自分になって帰ってくるっていうパターンをどの神話もやってて、これが人間の成長とかそういうもののまあ一つの神話になってるっていう時点で、我々が生きているっていうこと自体も同じ構造なんではないかと。例えばなんかね、地元を出ました、東京行きました、就職しました、でまあ地元帰る人もいればそこにずっと住み着く人もいるんですけど、結局その何かをやって何かが変わってまた新しい自分になってっていう、そのセパレーション、イニシエーション、リターンの繰り返しをずっとずっとやっていくのが人生でもあるんじゃないかしらっていうところですね。でそれがスターウォーズのジョージ・ルーカスがそれをそのまんま使ってスターウォーズにした。だいたい最初いつもの日々なんだよ、太陽に吠えろの最初の おはようボスみたいな、うん、みたいなやつから始まって、はい、大変だ新宿三丁目で殺しだみたいなきっかけみたいな、まあ、それで大事件のせいで主人公は決断を迫られる、そしてそれを行動に起こして違う自分になっているっていう、うん、これがざっくり言うとめちゃめちゃメジャーなストーリーのパターンで、うんうんうん、これにだいたい収まっちゃってる、うん、でこれを映画だと第3パートに分けていくんだよね、これ第1パート第2パートとか言って第3パートみたいな感じで作っていくっていうさ、脚本術みたいなのがあってさ、うん、だな、例えばトイストーリーだといつもの日々で、はい、ウッディが誕生日の準備でみんなとワイワイやってると、うん、そうするときっかけはバズがやってくるっていう、でウッディの立場がなくなるみたいな、うん、そしたらちょっとしたきっかけでバズを外に追い出すことになってしまったと、うん、で追いかけたらピザプラネットに行って2人とも家に帰れなくなってしまった、大変だ大事件みたいな、うん、だからこれドラマで言ったらここで以後事故みたいな感じで、こういう風に物語が展開していくっていうね、うん、で手塚先生が言ってたのが、はい、ここを一番大事にしろと、楽しいことが起こる、なんかすごいことが起こる雰囲気、面白そうな雰囲気を最初に持ってこいって言って、別にそれぞれのメソッドがあっていいんで、自分にとってどうこうっていう感じでいいんじゃないかなと思いますね。あと例えば毎回毎回大したことない日常系のやつっていうのほほん系ね、のほほん系ってやつで、うん、でこれいわゆる一番よくみんなが知ってるやつだとドラえもんがそうなんだ
だよ、うん、でドラえもんの漫画バージョンっていうのはのび太は殻を割らない。あだからのび太はのび太のまんま、うん、確かに確かに、うん、そうで何が変わったかっていうと彼は知るんだよ喜びを。だ困ったことがある、それをアイテムで解決するけど、うん、ダメじゃんっていうところで終わるわけだから、うん、そこは風刺が入ってて、実はアイテムさえあればなんとかなるって話じゃなくってちゃんと落としてるんだよ一回。だけどそのせいでのび太はちょっとだけ知った、うん、だからどこでもドアを使っても幸せになれないんだみたいなところ、うん、だから意外とテクノロジー批判なんだよな、うんうんうん、だから、うん、だけど映画版だと殻割るんですよ、うん、長い時間かけて、うん、僕はこのままじゃダメだと、あとまあ、うん、いわゆるドラえもんが帰っちゃうみたいな時にのび太がドラえもんなしで頑張るんだみたいな時に殻が割れる。それはいわゆるここの決断、うん、ドラえもんなしで行くんだよ僕はって言ってそれで一人でジャイアンと戦うっていう行動っていうのをして、そして違う自分になるっていう映画版のドラえもんのパターンで、こうするともうものすごく分かりやすいでしょ。そこで変わるって何かって話をちょっとします。変わるって、いっぱいあるんだけど、主にねやってなかったことだから、ラップね、あんたはラップに対してものすごく偏見があるわけじゃん、はい、偏見っていうかまあ今だからそれでいろいろあって KW 来て KW と喋ってたら、はい、マジで自分をリスペクトするってマジで大事なことかと思いましたみたいな感じになってすんじゃん、はいね、それで一回出てフリースタイルダンジョンに君が、うんうん、そうって言って変わったみたいな君がやってなかったことをやってみた、うん、マジかヒップホップ最高じゃんってなったとすんじゃん、うんはい、みたいなことが一つ。あとはこのパターン多いんだけど、本当はやりたかったんだけどずっと抑えてたことが、うん、我慢の限界に来て爆発っていう、うん、これも一つの変化、うん、だからキャリーって映画で有名なね超能力少女が大暴走するとかいうのあんじゃん、あの覚醒のパターンね、うんうん、なんかひどい目に遭わされて、うん、もう限界ってなった時にバーンみたいな、うん、ああいうのがいわゆるその大爆発パターンで、うん、これ面白いのが少女漫画で何が変わることが多いかっていうと、うん、これ面白いんだよ、うん、素直になれない自分っていうのがね、あなるほどね、素直になったみたいなはい、はい、大きなことなんですよ、うん、素直じゃなかったんだ、うん、あんなやつ大嫌い、うんうん、チャラチャラしてみたいな、本当は違うんだろうどうみたいな、うん、それが好きって言っちゃったみたいなさ、好きって言いなよと言えましたみたいなさ、そういういろんなパターンがありますけれども素直になりました少年漫画だと、はい、勇気のない主人公っていうのがいて、はい、うじうじしてるんですよ、はい、学校行きたくないみたいな、うん、それが友達がいじめられててここで逃げたらいいのか、いつも僕は逃げてばっかりだったみたいな時に最後クライマックスでうわーみたいな、うん、勇気出ました。なんすか、まさにアキラじゃないですか。アキラは典型的な覚醒もの、うん、あれは流行ってた当時で、あれは実を言うと日本人日本人っつってフォークソングとか歌ってたけど、俺たちって本当はジャパンアズナンバーワンじゃねえのって言い出して、うん、80年代自信持っちゃって、それで俺たち特別なんだよ、うん、あいちゃんって思っちゃった時期の作品なんだよあれ、うん、だからそういう自意識大爆発なんだよ、ジャパンアズナンバーワン、自意識大爆発でした。中曽根政権って感じなの、うん、中曽根政権プラザが多いって感じなの、はいはい、そんな感じで勇気出してみるってやつのと、あともう一個本当は俺すごかったっていうのがやってみたら覚醒しちゃってやっぱ俺すげえっていうパターン、これはものすごく多いね、うん、これが少年漫画の定型かなっていう気がする。この一つの他にもいっぱいあるんだけどね、うん、後半もいろいろレシピをいっぱい、ストーリーを作るときにこれを知っとくと便利ですよレシピ集っていうのをちょっと入れてきますんで、だからまあ一個だけこれね、ハリウッドの脚本ですごい有名なやつの法則があって、法則がその脚本術の本の中で一番売れてる本がセーブ・ザ・キャットの法則っていう本が売れてんだけど、セーブ・ザ・キャット、うん、要するに猫を助ける法則。なるほど。でこれは確かにいろんな映画で出てくるんだよ、うん、漫画でも定番でしょ、不良は猫を助ける決まってるね不良は雨の中捨て猫を助けるみたいな、うん、そのレシピは日本だけじゃなくて世界中あってっていうことで、これどういうことかっていうと、ああ見えてもいいやつじゃんっていうのをエピソードで見せるんだよ、うん、だからいろいろあるんだけど、その猫を助けるっていうエピソードが入る瞬間に共感、うん、ほとんどの人がこの人いい人だなと思っちゃう、うん、逆に言うとすごいヒップホップの悪口とか言ってるやつでも、うん、猫助けた瞬間にああいう風に見えてもいいとこあんじゃんみたいないわゆる映画版のジャイアンみたいなことですか。映画版だとジャイアンに乗ってもらわないと困るから、なるほどなるほど、
そういうふうにいいとこちょっと見せるとかいうのがあって、そのだから一つの言い方として猫を助けるっていうのはあるんだけど、これもうちょっと広い意味で言うと、どういうやつかはエピソードで見せろっていう法則でもあるわけ。これはで共感させるので猫を助けるのが一番分かりやすいんだけど、他にも例えばアッコの大嫌いなダークナイトですけど、はい、あれなんでジョーカーにみんな惹かれるかっていうと、やりすぎだからなんだよあれ。序盤の15分が最高すぎるでしょ。悪いことしてる仲間を容赦なくドーンひどいこいつっていう、はいはい、ひどすぎるっていうのがあまりにキャラが立ちすぎてる、あの行動によって現れちゃってるっていうか、うんうん、であれはだから別にキャットをセーブしなくても仲間を殺すだけでも、あの同じようにこいつってこういうやつだなってバーンと強い印象を一発で与えることができる、うんはいはいうん、っていうのがセーブ・ザ・キャットの法則の一つっていうのと、あともう一個はブラックボックスっていう仕組みがありまして、これはいわゆる秘密があって、この箱の中に何かがありますっていうのが思わせぶりにボンとあって映画の中に出てきて、もしくはこのスーツケースの中になんかすげえもの入ってる、あドンって置かれたらもう気になってしょうがなくない、まあね、うん、でそれを途中で観客は知ってしまって、うん、でも出てる登場人物はそれを知らないみたいな、これを知ったら大変なことになるって、例えば君のお父さんを殺したのは僕なんだみたいな秘密があったとするじゃん、うん、でも二人は仲良くって助け合ってる、だけどこれがバレてしまったら関係が終わってしまう、これまさにブラックボックス、うん、でこういう仕組みっていうのがあって、うん、こういうのも一つの レシピっていうか、うんうん、っていうのがありますよって話でね。でこのブラックボックスでアメリカンビューティーなんかも意外とブラックボックスパターンで、うん、そうでした、うん、あの隣の家族の秘密とか分かんない、ああそういうことか、うんうん、だからあれ一人称で始まって、主人公の冴えない中年のおっさんが、ねうんまあ、最後死ぬってところから冒頭始まるんでね、今日私が死にました、うん、でそっから遡っていく、そうすると平和な高級住宅地で一体何が起こってかったかっていうことがもうだんだん分かってくるっていう風になっていく、それが表面的にはものすごく綺麗なビューティーなアメリカっていうものの内側の構造の腐っていく何かっていうものが一個一個ひっくり返されていって、最後隣のお父さんがとんでもなかったって話までいくじゃん。だからあれはブラックボックス解放型っていうか、まあ、あと一番有名なドラマだとツインピークスがそうだよね、はいはい、うん、あれもだから長い時間かけて、あれはでもブラックボックスに何があるか、うん、デビッド・リンチは分かってなかったまま作ってたからね、あからそうなの、それはすごいなと思って決めてなかったんだよねもうまさかの、へえ、そうだね、すごい、うわ本当すげえなと思うね、うん、あとスフィアって映画知ってる？知らないけど、 あとミストって知ってる？ミストってなんだっけな、お母さん大好きなスティーブン・キング原作の街が謎の霧に覆われてしまって、謎の何かが人々を襲ってるんだけど全然わからないっていう、はい、だから映画自体がものすごいブラックボックスなんだよあれ、うん、っていう、ね、そんなものものありつつ、うん、あとだからあれだよな、デビルマンとか僕は本当はデビルマンだとかって話ですよねっていうことです。